皆様、今日もお疲れ様です。おみつと申します。私は静岡県で夜勤のお仕事をしています。そして週に2回筋トレをして体と心を鍛えています。今日は私のご褒美デイ。お夕飯は好きなものをたくさん食べようと思います。マクドナルドのドライブスルーにやってきました。夜勤の後に朝マックをおごってもらったりすることはあるんですが、夜にハンバーガーを食べることはあまりないのでドキドキしています。サムライマックのダブル肉厚ビーフのセットと、あとベーコントマト肉厚ビーフのセット、あ、単品で一つずつお願いします。ありがとうございます。コカコーラで。はい、はい、ドライブスルーすごくドキドキしちゃうタイプです。サムライマックは3種類あって全部頼もうかと思ったんですが、なんかお肉の枚数が違うだけかなっていうのがあったので、今回は2種類に抑えておきました。先にこちら失礼します。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、お気に入りの車中泊スポットに到着です。仕事の疲れを癒すにはやっぱり一人で車中泊をするのが一番。自分だけの時間を大切にしたいタイプの人に車中泊はとってもおすすめです。床に敷いておくタオル。おっと、とっておきのお酒が見えてしまいました。これはまだ隠しておきます。上の棚に頭をぶつけてしまいました。何回も車中泊していますが、よく頭ぶつけてます。DIY したテーブル。付け方、雑です。雑だけどハンバーガーを食べる準備できました。久しぶりの夜マック、ワクワク。袋に染み付いてる油がいい味を出してます。袋を開けた時にふわふわーっと香ってくる悪魔の香り。我慢できないので一つだけつまみ食い。朝マックにフライドポテトはないので、本当に久しぶりのマックのポテト止まりません。そしてハンバーガーはずっと食べたいなって思っていたサムライマック。ダブル肉厚ビーフとベーコントマト肉厚ビーフ、トリプルもあったんですが、それは今回やめておきました。まずは赤い方からいただきます。
早速レタスが1枚こぼれて飛んでいきました。生きのいい葉っぱでござる。画面の向こうに飛んでいけ、このいい香り。それではいただきます。ラストサムライ違うか。なんだかとっても肉が肉肉しくて、タレが香ばしくて、朝マックばかり食べていた私には衝撃的でした。朝マックも年に5回くらいしか食べてないと思うので、こんなにがっつりマックを堪能できて楽しいです。そしてここで大好きなウイスキー登場。세상에 없던 AI 라이프 비스포크 AI 콤보. 우리 금융생활의 A to Z. 우리가 사는 세상은 알파벳으로 가득해. 자산관리 필요하지. 우리 나이엔 모으고 불릴 때가 됐잖아. 더 높이 올라야죠. 우리처럼 당신이 누구든 무엇을 원하든 우리 안엔 다 있어. 우리 금융생활의 A to Z 우리은행. 속색이 고크하이. 고이메노 고크하이니 ポテトをわしづかみにしてもりもり食べる、これが侍です。侍でござる。それでは二つ目のお侍行ってみようと思います。ダブル肉厚ビーフ。チーズが美しすぎるで候。ちょっと言葉合ってるかわからないんですが、めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。私はどちらかというとこっちの侍の方が好きかもしれません。小学生の時にスイミングスクールに通っていて、その帰りにお母さんがいつもハンバーガーとチーズバーガーを買ってくれていました。お姉ちゃんが2人いるんですが、スイミングスクールに行っていたのは私だけで、お姉ちゃんたちには内緒だよって言って買ってくれるのがなんかすごい嬉しかった思い出があります。という間に完食。ナゲットも買えばよかったなーっていうのがちょっと心残りです。雑な拭き方、お片付けなんてこんなもんです。
とウイスキー入れすぎちゃいました。結構酔っ払ってます。あとは寝るだけ、うん、おやすみなさい。さあ朝になりました。おはようございます。寝るときに使っていたエアマットを片付けます。たくさん食べてたくさん寝たので、なんだかすごく気分がすっきりしています。エアマットのお片付け終了。 N 番のベッドの下にしまいます。車の中はこんな感じ。今の季節は鳥のさえずりがたくさん聞こえてきて、とっても癒されます。それではゆっくり朝ごはんの支度を始めようと思います。私のお気に入りのギア、外のレギュレーターストーブ。ガス管の蓋がなかなか開きませんでした。ガス管とレギュレーターストーブをつなぐときは未だにちょっとドキドキします。ガス管の蓋はだるまさんの椅子になりました。今日はこの黒いメスティンでお米を炊きます。ネイチャー缶のプロテインシェイカーを使ってお米を水に浸しておきました。